ジョージ・ロジャー・ウォーターズは、イングランド出身のミュージシャン、作曲家、ベーシスト、元ピンク、フロイドのメンバーであり、創作面の中心的存在だった人物として知られる。自ら考案したロックオペラ作品、ザ・ォールは、自身の代表的な演目として高い知名度を誇る。2016年度、グラミー賞受賞。父親は、彼が5ヶ月の時に、 第二次世界大戦時にイタリアのアンツヨで戦死した。父親と彼が写った家族写真はあるが、父の記憶は彼にはない。そのことは彼の人間形成や曲作りにも大きな影響を及ぼしている。母親は共産党員だったため、非常に反政府、反米の思想が強く、そのことが原因で幼い頃に周囲から避けられていたという経緯もある。 そうした背景から、ウォーターズの描く歌詞の内容は極めて左翼的であり、自身を社会主義者であると公言している。非常に気難しい性格で知られており、音楽制作に関しては、変質的なまでのこだわりを見せる。いわゆる完璧主義者であり、アルバムのコンセプトに合わないと思ったら、どんな名曲でもあっさりと切り捨ててしまう。また、マスコミ嫌いでもある。 尊敬するアーティストとしては、ジョン・レノンや、ニール・ヤング、ボブ・ディランの名前を挙げている。ボブ・ディランについては、後に、天国の扉をカバーしている。ジョン・レノンについては、ジョンの魂を愛嬌するなど深く傾倒していた。また、自身より、後の世代のミュージックシーンには疎かったが、ピンク・フロイドと比較されることが多いレディオヘッドのように、自身に影響を受けたと語る。 更新のアーティストに対しては素直に喜びを語っている。ピンク・フロイドのメンバーとは自身の脱退以来疎遠な状態となり、デビット・ギルモアとリチャード・ライトとは犬猿の中であったが、ドラムスのニック・メイスンとは比較的友好な関係にある。2010年7月にはデビットの誘いを受けてパレスチナの将来を担う次世代の青少年に希望を与えるための活動を している団体のチャリティーコンサートで、デビットと仲むマまじく共演した。その際に、デビットからチャリティーコンサートに出演してくれたら、ザ・ウォールのコンサートで演奏してもいいと言われ、それは2011年5月12日に実現した。1970年アルバム、アニマルズで、ウォーターズが考案した、空飛ぶ豚1960年代のデビュー当時のピンクフロイドは、実質的に、 シドバレットのワンマンバンドだった。しかし、ドラッグ付けで活動がおぼつかなくなったバレットの脱退後、ウォーターズを実質的なリーダーとするバンドとして再出発した。1970年代以降は主要な曲を書き下ろすなどバンドの中心的なソングライターとして活躍。自身が前作詞を手掛けたコンセプトアルバム狂気の空前の大成功以後は、 フロイドの楽曲の歌詞すべてをウォーターズが担当することとなり、作詞家としても存在感を見せる。バンドでは次第にウォーターズの意向が強く反映されるようになり、ついには自身のワンマンバンド化するに至る。その流れの中でザ・ウォールレコーディング中のリチャード・ライトの解雇やファイナルカットレコーディング中のギルモアとの激しい口論が起こるなど、フロイドは実質的に 空中分解するに至った。ピンクフロイド在籍時の1970年アルバム肉体を発表している。時りウォーターズのソロデビュー作として紹介されるが、正確にはロンギーシンのアルバムにウォーターズがゲスト参加したもの。ちなみにピンクフロイドの他メンバー3人も1曲だけ参加している。アルバムザ・ウォールの構想を練っていた1978年に、 ギルモア・とライトの二人はソロデビューを果たしているが、ウォーターズはバンドの楽曲制作に専念していたこともあり、自身のソロ活動は1984年になってから本格的に始まった。その1984年、ファーストアルバム、ヒッチハイクの賛否両論を発表。ゲストにはエリック・クラプトンやメルコリンズという豪華メンバーが招かれた。 主人公の見ている夢を同時進行で追っていくという内容のコンセプトアルバムになっている。アルバム発売後のツアーでも途中までクラプトンがギタリストとして参加していた。1985年末、ウォーターズはフロイドでやれることはすべてやり尽くしたとしてバンドを正式に脱退する。当初はバンド自体の活動停止を目論んでいたが、 レコード会社や他のメンバーから同意を得られず、デビッド・ギルモアを中心にした新生ピンク・フロイドが動き始めると、ウォーターズはこれに激怒し、訴訟沙汰にまで発展した。最終的にウォーターズを除いたピンク・フロイド名義のアルバム収益の一部を、ウォーターズも受け取るという形の和解に終わった。 結局、ピンクフロイドからウォーターズが脱退し、ウォーターズ抜きの新生ピンクフロイドが存続するという結果になった。1986年には、レーモンドブリックズ原作のアニメ映画、風が吹く時のサウンドトラック版を手掛ける。ウォーターズの他にも、デビットボーイ、ジェネシス、スクイーズラが参加した。新生ピンクフロイド1987年、セカンドアルバムとなる。 ラジオ K.A.OS を発表。前作同様のコンセプトアルバムであるが、ますますコンセプトは複雑になってきている。ちょうどこの頃、ウォーターズ抜きで活動を再開した新生ピンク、フロイドの復活作、うつと発売日程や、ツアースケジュールが重なり、激しいバトルを展開するが、アルバム売り上げ、観客動員の双方で、新生フロイド側の圧勝に終わる。ピンクフロイドのツアーは、 各地のスタジアムを超満員にするロングラン公演となったが一方のウォーターズは地方では空席が目立つような客入りだったこの結果に大きなショックを受けたウォーターズは1990年代後半まで10年近くライブ活動を封印することとなったザ・ウォール・ライブ1990年には前年のベルリンの壁崩壊を記念した一大ライブイベント ザ・ウールライブインベルリンを開催する。ザ・バンド、シンディ・ローパー、ジョニミッチェル、スコーピオンズ、バン、モリソンなど、早々たるメンバーが参加し、20万人もの観客を動員した。その後、ライブアルバムとビデオが発売された。1992年5年振りとなる新作、死滅遊戯を発表。ゲストにジェフ・ベックが招かれ、話題を呼んだ。 湾岸戦争や天安門事件を題材に取り上げるなど、ウォーターズの作品の中でも特に社会的、政治的な色合いが濃い作品となっている。プレスからは、ザ・ウォール以来の情熱的な作品と評され、久々に高い評価を得た。このアルバムが200万枚売れたら、ツアーをやると公言していたが、結局ゴールドディスク止まりだったため実現しなかった。1998年には映画、 海の上のピアニストの主題歌として、ロストボーイズ・コーリングを制作。巨匠・エンニオ・モリコーネと共演した楽曲で、エディバン・ヘイレンがギターで参加している。2006年6月1990年代は長く沈黙を続けていたが、1999年に突如ワールドツアーを行うと発表。2002年には、自身3度目となる来日公演が実現した。 このライブツアーの模様を収録したライブアルバムと DVD も発売されている。過去のピンクフロイド時代のレパートリーも多数披露されている。2002年、これまでのソロ活動を集約したベストアルバムフリッカーリングフレームを発表した。1984年以降のソロキャリアをまとめたもので、フロイド時代の作品や1970年のアルバム、 肉体からは選曲されていない。また、新曲やカバー曲も収録されている。ちなみに、このベスト版は、ワールドツアーを開催した国でしか生産、発売されていない、限定版である。2004年、インターネットでのダウンロード販売のみで、新曲、2キルザ・チャイルド、リービング・ベイルートの2曲を発売、イラク戦争やブッシュ政権、ブレア政権を批判した内容となっている。 2005年になると、1980年代後半から制作を続けてきたオペラアルバム、サイラ希望あれを発表。ザ・ウォールやファイナルカットのようなロックオペラではなく、純粋なオペラ作品であり、ボーカルもウォーターズではなくプロのオペラ歌手が招かれている。フランス革命を題材にしており、壮大なスケールの作品となっている。ピンク・フロイド。 ライブ8同年7月2日には、アフリカの貧困撲滅チャリティーイベント、ライブ8に、ピンクフロイドのメンバーとして参加。黄金期のメンバー4人で同じステージに立つのは24年振りのことで、ピンクフロイド再結成として、世界的なビッグ、ニュースとなった。しかし、あくまで人よ限りのリユニオンであり、その後はそれぞれソロ活動へと戻っていく。 ザ・ダークサイド・オブ・ザ・ムーンライブライブ2006年から2008年にかけて再びワールドツアーザ・ダークサイド・オブ・ザ・ムーンライブを開始する。このライブの第2部では1973年のアルバム狂気を完全再現し話題を呼ぶ。公演によってはスペシャルゲストとしてメイスンも参加している。また2007年7月7日に行われた ライブアースのジャイアンツスタジアム公演に出演する。ニック・メイスン・デーブ・ギルモア2011年5月ロンドンをニアリーナにて2010年からはザ・ウォールの発売30周年を記念したソロツアーザ・ウォールライブを行う。全世界を回る大規模なツアーとなっており驚異的な観客動員を記録している。ビルボード誌の発表による2010年米国で最も稼いだ アーティストにおいて、レディー・ガガ、ボンジョビに次いで、第3位となっている。2011年5月12日、ロンドンのオーニーアリーナでの公演にギルモアとメイスンが出演し、久々に、フロイドのメンバー3人が顔を揃えた。ザ・ウォール・ライブ2012年版その後もツアーは、好評を博し、2012年まで大幅に延長され、世界各国を回っている。 2012年上半期の世界コンサートツアー、工業収入でも140万人を動員して1億5810万ドルを売り上げ、堂々の1位に輝いた。さらに2013年も引き続き、ヨーロッパを中心にスタジアムツアーとして再演されることが決定した。2012年12月12日、ニューヨーク州やニュージャージー州を襲ったハリケーン。 サンディによる被災者救援コンサートに出演。他にも、ブルース・スプリングスティーン、ポール・マッカートニー、ローリング・ストーンズ、ビリー・ジョエルといった豪華メンバーが、マディソン・スクエア・ガーデンに顔を揃えた。2016年、サードアルバム、死滅遊戯のリマスター版で、グラミー賞受賞。2017年、25年ぶりのオリジナルソロアルバム、Is This The Life We Really Want? を発表。 アルバムに伴うワールドツアー、US、ゼムツアーを数年にわたって開始する。愛用のオベーション製クラシックギター。ありがとうございます。